セブ滞在の締めにお土産を買いに来ました。ドライマンゴーの直売所です。このセブンディーマンゴーっていうドライマンゴーが、セブンで一番美味しいと言われているやつですね。ここを書いて、渡すみたいですね。ママ、チョコ混合で。One more? チョコ。One more チョコ？ここになる会計も。大量に買っちゃいました。今マンゴーいっぱい買ってきたんですけど、これからちょっとせっかくなんで1個飲んでみたいと思います。冷えてるし甘くてうまいですね。マンゴーの本当に美味しい甘みっていうんですか、すごい詰まってる感じです。フィリピンのローカルフードのレストランに行きました。屋台とかとは違ってちゃんとオーダーしなきゃいけないんで、ここまで学んできた英語でちゃんとオーダーできるか挑戦してみたいと思います。ワンキューカンバー、キューカンバー、ココンビアワイ、ワンアンダーブロッコリー、スティーブブロッコリー、スティーブブロッコリー。What kind of food do you recommend? Pork, crispy pata. This one. Combo pizza. Combo pizza? Yeah. One combo pizza. Yeah. これはフライドライス、チャーハンですね。あとは野菜と、これほうれん草の炒め、それからチキン、スチームベジタブルですね。セブ島で、いろんなものを注文しているとローカルフードとウエスタンのミックス、そういうのに当たります。これも、その一つで、シシングというつらみというか、豚の、耳とか顔とかを刻んで炒めたものを具材にして乗っけたピザです。ある意味ここでしか食べられないやつですね。で早速食べてみます。これがバサッチの寿司。いただきます。美味しい。でも不思議な味、甘いですね。甘い辛いしょっぱいは全部入ってる。本当にフィリピンでしか食べない味って感じです。美味しいです。まあこういういろんなミックスの、料理食べれるのもセブの魅力かなと思いますね。セブズーに来たんですけど、もう完全にクローズしているということで、動物がいないからクローズだっていうことなんですけど、なんかあの足元みたいな子犬がめちゃくちゃいます。なんかあのちょっと交渉したら中入れてくれたんで、動物のいない動物園見てみます。一応いますね。一応いるけど全部取れない。このでかいケージに鶏が1匹だけですね。犬がめっちゃついてくるし、
なんかいますか？カメじゃなくてカエルがいますね。カエル。あの、でかいの。あ、本当だ、カエルだ。はい、え、なんでこれで？あ、はい。なんで入ってるんですか？ヌーリーで？動物が気持ちになるってこと？これどこ押せばいいんですか？シャッター。もう今動いてる。動いてますね。わ、すごい、この景色は人間が見てるって感じがします、ね、動物の気持ちですか、うん、壁画には動物いますね。壁画にはだってライオンもいる。ワニがいる。ワニいますね。本物の鳥。ライオン。あ、本当だ、ライオンもいる。どうでしたか、動物園。なかなか、面白い体験ができましたね。だから犬、犬、ほら、もう犬寄るな。動物園で動物いないって言われたんですけど、めっちゃ犬がいるんですよね。まあ、それ犬見るにはちょうどいいかもしれない。トップオブセブンに来てます、セブン市街地をですね、見渡せる展望台になってます、ここで、まあ、街を見下ろすとすごく小さな街っていうのが分かるんですけど、でもそこにこういろんな人たちがいて、まあ、いろんな出会いもあっていろんな経験ができた、そんな滞在だったと思います。勉強に関しては、まあ、正直ちょっとこう、うん、自分の中でもっとスムースに、出るんじゃないかと思ってたところが出なかったりとか、自分の中でこう錆びついていたりする部分っていうのが本当にすごくよく分かりやすくこう突きつけられた、そんな感じがしますね。まあ、有意義な時間を過ごせたと思います。